第36回東日本女子駅伝の PR 番組、東日本女子駅伝の魅力を紹介しましょう。 YouTube では放送に入らなかった内容を特別にお見せします。浜田さん、すみません、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか、東日本女子駅伝4区見ていただきましたか。はい、僕はすごいいいコースだなと思って、まあ上りもあるんですけど、まあ、景色も良くて、いやすごいいいコースだなとは思いましたね。ありがとうございます。コース褒めていただいたというところで、はい、ちょっと実は一つちょっとお願いがあるんですが、あ、はい、この中学生区間、はい、田村さんにですね、ぜひちょっと区間記録を狙って走っていただければなと思ってるんですね。え、今からですか。今から。え、題しまして、箱根駅伝ランナーなら信号で止められても中学生の記録抜けるはず。おー、やったー東日本女子駅伝中学生指定区間となっている4区3キロ、田無城にはその区間記録更新を目指して走っていただきます。しかし交通規制はされていないため、通常の交通ルールを守りながら箱根駅伝を走ったトップランナーならきっとやってくれるはず。いや、チャレンジします。お願いします。3キロですよね。3キロです。いや、ちょっと頑張りたいですね。なるべくこれ運もかかってきますね。その信号との運もかかってくる感じなんですけど、それでも頑張ってちょっと全力で抜きに行きたいと思います。ありがとうございます。ちょっと頑張ります。田村さん、準備整ったということでお願いいたします。頑張ります。あ、ちなみになんですけど、その中学生のこの区間記録って何秒ぐらいですか。9分飛ぶです。9分10。抜きます。頑張ります。もう信号関係ないですね。もう、うん、じゃあ行きます。では5秒前、はい、4、3、2、1、行ってきます。絶対抜く、絶対抜きます。え、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。いきなり信号だよ。いきなり信号かい。嘘でしょ。ちょっと待って、マジかよ。信号来ました。でもタイムはずっと止めないまま動いてる。いやでもここを乗り切ればいけるけど、早く信号。やばいやばい、待って、もうやばい、1分経つ、やばい。だって 200m で1分でキロ5分じゃん。やばいんだけど、キロ5分ペースです今。やばいよ、やばい、変わる。オッケー、時計止めてないよ。はい、1分12秒、 200m 地点1分12秒。変わります。よっしゃ、こっから巻き返す、マジで。この橋の後は下りなんで、この下り生かして頑張ります。下りは今日前傾で行きたいと思います。スピードも乗りますよ。うわ、最悪、マジか、信号、マジか、めっちゃいいペースで来てたのに信号。やばい、1キロ行かないで4分経ちました。無理じゃないこれ。あ、行け、青だ、行け。よっしゃ、下り頑張る。
頑張るぞ。1キロ4分20。これ離されました。まだ巻き返しある、まだまだ分かんない、ここ。マジか、また信号だ。くそ、3度目の信号です。マジか、やっと 1.6 キロ地点、3分切り来てますけどね。2分55ぐらいのペースで来てて、これワンチャン巻き返しあるかなと思ったんですけど、3回目の信号です。タイム11分17秒です。ダメです。4回信号止まりました。でもコース的には中盤ぐらいまでは結構下り意外と多くて、で最後最後のラスト1キロになった時に、この橋の手前でちょっと上りが来るんですよね。なので2キロぐらいが一番のこのコースはポイントかなっていうふうに思いました。その坂を越えればあとここ全部下りなんで勢いに乗っていけると思うので、でも中学生区間ということもあって乗りと勢いが大事なんじゃないかなと思いました。上りもありますけど、なんか上りにビビんないで行けば下りも絶対出てくるんで、それを意識してやればいいなと思いました。信号がなければ。ちなみに、はい、多分正式じゃないんですけど、はい、信号で止めてたんですけど、はいはい、信号ざっくり止めてると9分5秒でした。え？信号、皆さん聞きました今。信号を止めてないバージョンだと9分5。勝ちましたー。しゃ、しかもちょ靴もちょっと忘れちゃって練習用のやつなんですけど、なんとかこれでいけたのはすごい自信につながりましたね。中学生の皆さん、ぜひ抜けるように頑張ってください。応援してます。しゃ、なんか大人げないですね。そうですね。第36回東日本女子駅伝は11月14日正午スタート。タム城が走った中学生指定区間4区では次世代のニューヒロインの走りを見ることができます。ぜひご覧ください。福テレでも東日本女子駅伝の魅力を発信中。こちらをチェック。